南京湖猿人道は中華人民共和国地安数省南京市高寧区に位置する遺跡。1984年に原人化石が発見された小乳道であり、現在は観光地として開発されている。別称は湯山陽道。雷神庫が祀られた雷光道と化石が発見されたエン道からなる。南京湖猿人道は、 湯山海道の西南の雷光山に位置する。1984年に採石労働者が雷光道を発見する。1990年3月に採石労働者が新たに洞窟を発見し、1992年に観光地としての開発が始まる。1992年3月13日に小乳堂で頭骨の化石が発見され後に、 南京古生物研究所で原人の頭骨の化石と鑑定され、北京原人、元はかりごと原人、間原人に続く重大発見とされる。その後にせむあまりの原人や動物の化石が発掘される。南京古猿人ジ道は、猿人ジ道と雷光道があり、雷光道の出口にある石碑に書かれている、伝説に揺れは方針演技の雷神子が、太鼓帽に協力して、 因を滅ぼした後に、この洞窟で修行をしたと記され、そのためこの山を、雷光山、昇乳道を、雷光道と呼ぶそうで雷光道の出口には、雷光廟があり、雷神行が祀られている。南京駅から、湯山神までは、路線バスで、約1時間。最寄りのバス停は、湯山陽道である。 入場料は25元。ありがとうございます。